回のバトルの舞台はあざみコース1番ホール458ヤードパー5、打ち下ろしのサービスロング、2オンのチャンスもあり、狙う場合は手前のバンカーに要注意です。さあ、あざみの1番ホールでございます。はい、中野プロ、こちら特徴を教えてください。はい、このホールは458ヤードのロングホールになります。ティーショットは見て分かる通り気持ちよく打ち下ろしになっているので、なるべく距離を稼いで、なるべく短い番手で持って、まあ、ロングなんですけど、まあ、2オン狙える方は狙っていただければいいかなと思います。イーグルチャンスもあるホールですね。はい、まだなんか過去にここでイーグル取ったチームあるよね。あ、ありました、先月ぐらい。どこだっけ、金子様だったですよね。ですよね。まあ、いずれにせよまだ決着ついてないですから、はい、ここで決着するように、はいはいはい、おのおの頑張っていただきましょう。はい、じゃあ中尾プロお願いします。はい、うん、はい、ありがとうございます。いいですね、玉筋が違うんだよね。ほんとよいしょ。さあ、この前のホールは中継さんが抜きましたから、あの僕は風を利用しますから。どこ行った？上です。上です。まだ落ちてきません。まだ落ちませんよ。落ちたよ。はい、落ちました。そんなこと言うからまたここに目向きずらんじゃったし、隔週でやりますよこれね。隔週で。ではひとみさんのティーショットお願いします。お願いします。これちょっと右、うん、ちょっと右ですか。来ましたね、珍しい。はい、うん、はい、ではレイカプロ行きましょう。はい、すごいでしょ。サンキュー。はい、ナイスです。ありがとうございます。素晴らしい。なんか久しぶりに全ホール引き分けですね。うん、ね、やっぱり先週のあのレイカちゃんのベタピンで勝ったと思ったら、そんなちょっと結構あって、うん、あれで追いつかれて中川プロに入れられたっていうのから、ちょっとテンションが上がりきてない感じがしますね。ちょっとセカンドがね、うまく打ててないもんね。前のホールは今なかなかの難しさ、うん、まあ、このホールはあの先月もやってますんで、このホールはもう4じゃ引き分けだから、はい、もう3しかないよね。そのためにはこのセカンドですね、まあ、レーダーじゃないとこ打ってくれたから、うん、行っちゃうか。あ、でも、おー、ダフりました。うん、ちょっとね、ダフりました。はい。ちょっと薄かったですね。何番？ 7？ 7。うん。オッケー。
ッケーオッケーオッケー。ピン手前でしょ。ピン手前です。ね。なんで行こうかな。フォロー？いやなんかフォロー感じなかった。なんか右からっぽい。うん、右から風が。右からちょっと。あらダフった。ダメだ。行かない。ダフった。よし。レイカちゃんのあれを。入れたいな。じゃあ行きましょうか。行きます。うまい。お、来た。おお。ナイス、惜しい。ありがとうございます。いやー、お見事でしたね。ありがとうございます。あー、ちょっと右出ちゃった、今。まあ、狙うしかないからね。まあまあ、しょうがないな。ちょっと右出ちゃった。さあ、入れれば。強弱の問題。入れればイーグルで勝ちです。うん、本当だよ。いや。本当だよ。もう中継さん完全に見えましたね。見えた。完全に。見えすぎて怖い。見えすぎて怖い。ごめん。ショートはダメだよね。ないんですね。ショートはダメだ。ごめん。チョイスラスか。いやめちゃめちゃライン乗ってました。ラインばっかりになっちゃった。いやナイス。ありがとうございました。ちょっと待ってください。はい。決着ついてないですよ。つけますか。つけますか。そんな怒るほどの子じゃないよ。徒競走します。これロングパットしますか。先に入った人から。入った人。先に入った人。先に入った人ね。数々のパター戦をくぐり抜けてきた男だ。ちょっと噛みかけました今。やめて。本当だ。あ、入ったと思った今。さあ、今の残念。嘘でしょ。意外と曲がんなかったですね。うん、最後ね。これ弱いな。打ってないわ、打ってないわ。完璧だ、入った。よっしゃー。え、まだ打ってない。入れたらまた。さあ、キトキさん、うちらくぐり抜けてきてるね。さあ、キトキさん、ボール1個ぐらいですかね、思うんですけどね。ワンカップ、これひとみさん入れたら番組の視聴率ドンと上がりますよ。いや、まいったな。
弱いか。ありがとうございました。ありがとうございました。弱くちゃいない。お願いします。この中継さん強いですね。なんでよくわかんない。中継さんの圧がすごい強いですね。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあずっとね引き分けの状態で来まして、うん、で最後も結局勝負つかずで、パターで、まあレイカちゃんが入れたということで、じゃあひとみさんからレイカちゃんにこれをかけていただきましょうか。いやー素晴らしいパターを見せていただきました。なんか負けても嬉しそうですね。はい、はい、お疲れ様でございます。ありがとうございました。ね、なんかこう各々はいいところもあったし、うん、ただ詰めきれなかったところもあったし、うん、悔しい思いもするのもまたこれゴルフの楽しいところなんじゃないですかね。まあ、2回連続プレーオフ、ね、そうですね、前回とね、はい、ひとみさんはいかがでしたか今日は。この3名と回って、上手で、あ、プロですから当たり前でしょうけどね、うん、しかし全然違うっていうそのね、うん、ショット力からパターからアプロ、まあこれ全部ですね、うん、打った後に必ずひとみさんね、すごいな、なんであんなところかなとかね、常に感心をされて、そうなんだ、ね、最後のロングのセカンドは長脇にもうちょっとちゃんとやってたけど、ちょっとギリギリの場所だったんだな。アプローチなんかもね、ひとみさんいいアプローチでね、してましたしね、うん、はい、ますますこれレベルアップ、ね、はい、していただくためにも、焼いたカントリー愛して、ね、A ラウンドしていただきたいと思います。はい、皆さんお疲れ様でございました。お疲れ様でした。